麻生高吉は、日本の実業家、政治家。麻生セメント会長。妻は子は、吉田茂元首相の参所。1911年9月29日、九州の炭鉱王、麻生高吉の三男、太郎を父に、四尺加納九郎の妹、夏子を母として、福岡県加古郡飯塚町に生まれる。1929年旧姓福岡中学校。を。 卒業、昭和4年から昭和7年まで、九州帝国大学法文学部長考生。1931年に、祖父の経営する、麻生商店に入社し、1934年に社長となる。関連会社である、麻生工業社長と、麻生セメント社長を務め、莫大な利益を得た。戦後の1951年には、九州財界の重鎮である。 九州電力会長に就任している。ロンドン滞在中、シラス、二郎の紹介で当時中英大使をしていた、吉田茂の三女和子と知り合い、帰国後に結婚する。首相となった学府を補佐するため、1949年、第24回衆議院議員総選挙に、協議の福岡県から立候補し当選する。以後3期務めた。吉田の側近として、 吉田の政治資金を年出したほか、政界と財界の連絡役を務めた。田中角栄は麻生に接近し、自身と麻生、根本隆太郎の3人組で、池田隼と大倉大臣を誕生させる原動力となった。サンフランシスコ講和条約締結前夜、早期講和か全面講和をめぐり、与野党が対立する中で奔走し、 国民民主党の戸辺地義蔵を口説いて、吉田に協力させることに成功した。しかし、吉田内閣の総辞職と共に政界を引退し、実業界に戻る。結婚前から、敬虔なカトリック信徒である妻の和子ともども、カトリック信徒であった。1965年、日本石炭協会会長に就任する。 1969年ランジュ法賞を受賞。1980年12月2日に死去した。正4位に除され、君に陶髄法賞追贈。実践は、実施派線は、向こ緑色は、本人青色は、国会議員。ありがとうございます。